M4 スティック C プラスのドライバーをインストールする必要があるので、パソコンとつないだ USB ケーブルと Type-C ですね。と、この M5 スティック C プラス、つなぎたいと思います。よいしょ。そしたら、こんな感じで、なんか中で動いてますね。で、ドライバーをインストールする必要があると聞いてたんですけど、なんか認識してるみたい。大丈夫なのかな。このページで言うと、その他のデバイスっていうところに、まあ識別できないやつがいて、ドライバーをインストールする必要があるみたいなんですけど、なんか認識してるのかな？電源が供給されてるだけ？どうも、この子はですね、私の環境だと、このシリアルコンバーターっていうような形で認識されてるみたいですね。で、まあ、手順に従ってみると、この子を右クリックして、ドライバーの更新。なんかこんな感じで、すでにインストールされていますって出たんで、いいのかな？いいということにしよう。じゃあ、このままやっていきたいと思います。ファームウェアの書き込みツールがあるんですね。で、ダウンロードしてみて、で、ダウンロードしたやつが、こんな感じ。なんかこんな画面が出てきましたね。今回使ってるのはこのスティック C。やってるんかな？スティック C プラスがないから、これかな。スティック C なんでこれですね。を選択します。で、はい。これが M5 バーナーを開けた後になるんですけど、UI フロースティック C プラスを入れる必要があるのかな。じゃあちょっと一番新しいやつをダウンロードしてみよう。で、ダウンロードができたんで、じゃあちょっとバーンで書き込みっていうのをしてみましょうか。あ、なんか Wi-Fi セッティングって出てきたな。Wi-Fi とかの設定を書き込んで、改めてバーンをクリックしてみました。どうかな？なんかいけましたね。コムポートの番号を自動に任せてたんですけど、3番に変更したらいけましたね。環境によると思うので、コム1でダメだったら他の番号に変えてみるっていうのは解決の一つかもしれないですね。ちょっとこのまま待ちたいと思います。はい。じゃあ、なんか 100% で終わったっぽいんで。じゃあ、一旦、こっちの画面はクローズして、インストールが終わったんで、インストールというか、まあ、ファームウェアの書き込みが終わったんで、そうなると、このコンフィギュレーションっていうのを押すと、なんかいろいろ変えられるようになるみたいですね。API キーとか、ブートメニューとか、サーバーとつながってるのか。なんかやだな。USB モードにしとこうか。まあ、次は、ちょっと、こいつを使って、なんか自作のプログラムを動かして、この、後から買った、人感センサー使って、なんか作れないかなと思ってるので、やってみたいと思います。はい。それでは、ソースコードの方、見ていきたいと思います。今回は Visual Studio Code を使ってコーディングしていくんですけど、この M5 スティック、M5 スタックを扱うために、まずプラグインをインストールします。その方が、まあ、開発しやすいところがあるので、それをちょっと見ていきたいと思います。で、プラグインのインストールはですね、まずこの拡張機能というところをポチッと押してもらうと、この左側に
もうすでに出ちゃってるんですけど、拡張機能マーケットプレイスっていうのが出てくるかなと思います。ここで例えば M5 ぐらいかなで押すと、一つビジュアルスタジオコード M5 スタック MPI って書いた、プラグインが見つかるので、これをポチッと押してもらって、今もう私の方ではインストールされているのでこんな画面ですけど、ここにインストールするっていうのが出てくると思うんで、それをインストールしてください。自動的に有効化するので、まあ、そのまま使っていただければいいかなと思います。でどういったことができるのかっていうと、これを入れるとですね、このアッドス M5 スタックみたいなのが、下段に表示されるようになるんですけど、これをポチって押して、コムいくつで、M5 スティックとつなぎますよみたいなのを押すと、自動的にこの M5 スタック、M5 スティックの中身のフォルダを直接見ることができて、その見た内容を Visual Studio Code 上でコーディングできるというようなことになっているので、 SSH でつないで、送信したりとかすることなく、まあ、Visual Studio Code 上で完結できるというので、まあ、便利かなと思います。ちなみに私の画面の下の方見切れてたんで、こうやって表示させると、私の環境ではこの @M5 スタックっていうのがここに表示されていて、今コムの何番でつないでいるのかっていうのがここに表示されるというような形になっています。これで開発環境の方は準備ができたので、じゃあここからソースコードのコーディングをしていきたいと思います。ソースコードですね、まあこんな感じになってます。ちょっと SSID とパスワードは消しましたけれども、全体的にいくと、まずライブラリパッケージ関係をインポートして、必要なグローバル変数与えてあげて、まず背景真っ黒にしてますと。でセンサー類の初期化と画面上にどんな文字列を表示させるのかという設定を行っています。でここが Wi-Fi に接続する関数で、使ってはないんですけど、ボタンが押された時の挙動とかボタンが離された時の挙動とかを、まあ、関数化してあるというような状態です。でこれがあのボタン A というのが押されたら、On as pressed っていうこの関数が走りますよっていうような形になってます。で最後もう一つ Get Weather って書いてあるんですけど、これは Open Meteo と呼ばれる、まあ、無料の API のところを叩きに行って、天気予報のデータを取ってくるような関数になってます。あとはまずは Wi-Fi 接続して、その後で人感センサーの状態を見て True であれば、Get Weather してくるというような形にしてます。で、人感センサーがフォルスの場合は、1秒待ってまた接続からやり直しするというような形で、行ってます。後ほど、最終的にどんな動作してるのかっていうのもお見せしようと思うんですけど、まずはインポートのところから見ていきたいと思います。よいしょ。まずインポートするのがですね、この上から3つがこの M5 スティック専用というか、まあ、用意されているライブラリになります。で M5 スタック、M5 UI、UI フローと、この3つをインポートしておいていただければまあ大丈夫かなと思います。まあ、この辺はサンプルに従っただけというところなんですけどね。あとは、スリープさせるためにこの UTime っていうのと、API からデータ取ってくるのにこの URequest っていうものと、あとは Wi-Fi につなぐためにネットワーク、正確な時刻が欲しかったので NTP タイムで、人感センサーを操作するためにこの HAT と呼ばれるものもインポートしておきます。この HAT も M5 スティック専用かもしれないですね。でこの全部でいくつだろう、 1,2,3,4,6,7,8 か、8つインポートして、ソースコードを書いていきたいと思います。
で次がここグローバルバリアブルズって書いてあるんですけど、ここはまあ適当に定義してるだけなのでご自身で変えていただいたらいいかなと思うんですけど、必要なのは SSID とパスワードを入力する変数を用意してます。でこれ何に使うのかというと、先ほど紹介したコネクト Wi-Fi というところで、ご自身のお家にある Wi-Fi に接続するための設定としてこの SSID とパスワードが必要になってくるので、この文字列で書いている SSID とかパスワードっていうところは、環境に合わせて変更していただければいいかなと思います。で次に背景いきたいと思います。これどういう挙動になるのかっていうのをちょっとお見せしながらやっていきたいと思います。画面はこんな感じになっていますと。でこの LCD クリア、LCD ブラックっていうのが入ると、この今表示されている画面の背景が全部真っ黒になります。その後ここで、この人感センサーの、まあ、オブジェクトというかインスタンスを作って、下のこの 1,2,3,4,5,6 行分の、まあ、テキストボックス、例えばマックステンパラチャーとかっていうのを表示することになります。ちょっと試しに実行してどういう画面になるかっていうのをお見せしたいと思います。この状態、今こんな状態ですけど、この右上の三角ボタンを押してプログラム一度実行してみたいと思います。よいしょ。こうなってこうコネクティッドに変わって人感センサーが反応するとこんな感じで音が鳴って、明日の最高気温と最低気温、いつデータを取ったかっていうのが表示できるようなプログラムになっています。でまあ何回も反応するとあれなんで、1分に1回ぐらいしか人感センサーが反応しないようになってます。なのでここの前を通過するとかそういった時にデータが出るようになっているというようなものになってます。で続きを見ていくと、ちょっとトラブルがあって付け加えたものもあるんですけど、コネクト Wi-Fi 押して繋がらないときは Not Connected が出ていて、繋がると Connected っていうのが出るようになっています。で、まあ、ここは今使ってないんで、よいしょ、コメントアウトしといて、で Get Weather で、なんかまたピーってなってデータ更新しましたね。ここで、オープンメテオに対して、リクエストを飛ばしていて、でその取ってきたデータをインフォディクトに入れてます。でそれぞれ、まあ、インフォディクトの中身を、まあ、JSON で見て、その中のアワリーのテンパラチャーっていうキーを参照して、その中の最大値最小値をこの MAX テンプと MIN テンプっていうところに入れておいて、あとは上で定義したレーベル1にセットしますよ、レーベル3にセットしますよっていうような形で入れています。でこのレーベル5に関しては、ゲットタイムの下に表示する部分ですね、 ntp.formatDateTime っていうのを指定してあげると、この ntp タイムクライアントっていうところで取ってきた、まあ、時刻をここにセットすることができるというようなものになってます。であとは簡単で、それをホワイルトゥルーで無限ループにさせてあげて、Wi-Fi を接続して人感センサーの状態を見て、ゲットウェザーしてきて、データが取れたらブザーを鳴らして60秒間停止するというようなものをずっとこの中で繰り返しているというようなものになってます。なのでまああんまり難しいところはなくて、ソースコードの数も
100行未満ということで、まあ、こんな感じのものが作れるというものになっています。まあ、今回こんな感じで人感センサーを上にポッと差し込むだけで使えるようなものになっているので、まあ、他にもいろいろ天気じゃなくていろんなものに応用できるんじゃないかなと思っています。本当はね、ここにもボタンがついてるし、横のここもボタンがついてるんで、まあ、この物理ボタン2つ使っていろいろできるっちゃできるんですけど、今回は人感センサーがあるんで、この人感センサーでちょっといろいろお試しでやってみたというようなものになってます。はい、いかがだったでしょうか。今回はまあ MGO スティックと呼ばれる、まあ、IoT 機器を触っていきましたけれども、まあ、簡単にねいろいろできると思うので、ちょっとこれからもいろんなものに挑戦していきたいなと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。